タジオにもまーちゃんさんの玉ねぎのかき揚げをご用意しました。このかまぼこの色合いもいいですね。そうですね、どうぞお召し上がりください。いただきます。うまい。あ、玉ねぎの優しい甘さとこのサクサク感、うん、いいですね。そうですよね、優しい。じゃあこのレシピもご紹介したいと思います。玉ねぎ、かまぼこを食べやすいサイズに切ります。材料を片栗粉、薄力粉、水と絡め二度揚げしてください、うん、まーちゃんさんの家ではタレも手作りするそうなんですが、めんつゆを使ってもいいということですよ、うん、さあこのコーナーでは視聴者の皆さんからいただきましたご家庭の心温まる食卓や思い出料理のレシピを募集しています。採用された方には霧島酒造の焼酎と番組特製クオカードをプレゼントいたします。皆さんのご応募お待ちしております。さあそれでは今週は白霧島の水割りで乾杯しましょう。乾杯。合います。20歳の節目を迎えた皆さん、ふるさとが誇る霧島の焼酎で晩酌も楽しんでください。ときめきレシピでした。